さらうぞ。いいね。危ないですお客さん、道路の真ん中歩いたら。あれが今日ホテルで泊まるホテル。ボロボロやんけ。主役の FP さん、お疲れ様です。僕ら出ないわけなんですけど、今日はいろんなビートボクサーやヘッドとかに勝利予想とか聞いていこうかなと思ってます。僕も4年ぐらい潜ってたんで、交流して仲深めていこうかなと。いろんな人に絡んでいきましょうか。はい、お疲れ様です。誰上がる？8人誰上がる？予想です。優勝予想、FP さん、サンドボジストに優勝でお願いします。太陽さん、インタビューですか？誰落ちるね。絶対落ちる。あ顔おもろ。お疲れ。お疲れ様です。なんかちょっと大地さん、優勝者予想聞いていいですか？ジン君とかちょっと絵に描いたように困ってておもろいです。いやちょっとコミュ力ないから俺あんまり。イエス。イエーイ。まず通過おめでとう。あ、通過したんすか？何位通過？3位です。そうっすね。明日の対戦相手誰？コロア君。ほんま日本一の優勝者聞きたいですね。あ、確かに僕含めってことですよね。コミコミでコミで。いやマジで言うとほんまにコロア君。いけコロア。ありがとうございます。ジャパンカップ2日目ですね。はい、まあ、昨日いろいろインタビューしたんですけど、トップ8決まりました。決まりましたね。それ踏まえて今日一発目のインタビュー。ブン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 。ズバリちょっと優勝予想、率直に。昨日見た感じだと、いやでも2人出ちゃうんですよ。ああ、ジン君が。うん。対抗してくる馬が。のが、D作さんかなと思って。うん。誰やったっけ、初戦。まあああ、なるほど。じゃあ、ほんま、初戦が山場かな。ブンブン、ブンブン、ブンブン。というわけで、ウラインさん、チェレレレチェレ。いや、ウラインさん、ちょっと優勝予想聞きたいなと思って。おソロの。予選見た感じで、ソロは。バトルになると、マームとかが強くなった。当たるかどうかは、まあ。妖怪ウラインさんが優勝ということで。妖怪ウラインさんが優勝です。いやなんかオープニングアクト誰かっていう話してて、もみまるさんがもう全員度肝抜くぐらいヤバい人って言ってて、こう今喫煙所で3人で話し合った結果、多分カタさんです。正解です。ほんまに多いやつは生音聞こえへんな。でリュートは行こう。聞こえない。ナイス。おー。あったー。